モニチライダーの南さんが解説です。さあポールのタミヤ2番手 Z1 唯一の Z1 の初滑り、そして2ストローク唯一の共感。さあスタート、スタート、ケンジが出てくるか、ケンジは行きそうなホールショットを取るか、取ったのはケンジ、アウトから長谷部、あ、共感が出遅れてる、タミヤ長谷部が抜けた。さあ共感ここからどこまで追い上げれるか、5番手、ケンジの後ろに長谷部がぴったりマーク、長谷部もまだ様子いいって感じですね。あー、なるほど。で長谷部の写真だけが唯一 S1M の Z1 っていう感じ。なるほど。あとみんな、だって鈴木のアドレスすごい。はい、強化が1台パス、完全にハサミ様子を見てます。あー、なるほど。ということはこれからの展開がどうなるか大波乱ですね。さあワニワニすると今日カンパンを抜けてくる。ケンジさあ後ろで様子を見るか、共感がだんだんと追いついてる。コセベさあスイッチ入れるか、あ、ケンジが今度様子を見てるね。泳がしますねこれ。差し返した。3番であるすごい。いいです。
まあまあ3日なんでしょうね。本番1、はい、さあ3番組に再び考えたらなさあタミヤ頑張ってみてまた頑張っていけるかな。見せました。